キムさん、八神さん、どうしたのそんなに慌てて。待てがる。わ、来た。すみません、私行きます。もう逃げらんねえぞ。お前ら何を。おう、ようやく捕まえたか。葛西さん。あなた、しつこいよ。あの子うちの従業員です。渡しません。わからねえやつだな。あんな冗談は焼肉屋で働かせといたらもったいねえだろ。あなたには関係ありません。なあキムさん、外国人のあんたは知らねえかもしれねえが、日本にはこういうことわざがあんだ。宝は持ち去れ。え？持ち去れ？宝の持ち腐れだろ。え？ふん、宝は持ち去れって強盗か。まあ、あんたの場合あながち間違ってなさそうだけど。なんだてめえ、タイヤは引っ込んでる。俺はその人の知り合いでさ、目の前で殴られてんのに見過ごすわけにはいかねえんだよ。八神さん。お兄さん、お勉強は得意なようだが、京浜同盟の葛西玄太様に喧嘩を売るった社会勉強がなってねえな。今からてめえの無知さを俺が思い知らせてやるよ、優等生野郎。